はい。アシュラのレザー製品販売店の泉と申します。普段はこういったアシュラのレザー製品やワールドスワンズ製品や頑丈製品を販売しております。アシュラのレザー製品はすべて知る言葉にわからず値段がお得です。またパターンオーダーの範囲も広めです。アムレットやバイオレットなど日本で未流通の知る言葉はもちろんスタンプの量もお選びいただけます。こちらはアシュラのレザー製品のバトハービーという撮影です。こちらパターンオーダーで2つのフリースペースと色を指定しております。裏がスタンプ4つあるナンバー8で、内装の右側がシェルコード版リバースナンバー8と、左がリバースブラックとマホガニーとマーブルブラックを使っております。こちら顔の塊のような財布で4万2000円受注しております。こちらがもっとコンパクトになった、撮影です。こちらはトニーザントと言います。定番モデルではありますが、すべて知る言葉はナチュラルを使っております。3万3000円で受注しております。こちらがコインケースですね。マーブル、シガーとウイスキーを使っております。こちらは2万で受注しております。カードケースなしだと1万5000円で受注しております。結構安く、他のメーカーさんよりもシェルコード版製品が、揃えられるので、とてもいいブランドだと思います。こちらの、アシュラのレザー製品は、トレイですね。ここのボタンを閉めていただくことで、これより小さい、小物を置いていただけます。こちらは、シェルコードブラックですね。内側が、リバース、ブラックですね。こちら1万7000円で受注しております。他にも、ナンバー8を使ったこのタイプは1万7000円で受注しております。アマレットやウイスキーも、パターンオーダーとして受注できますが、もうちょっと高めになる、なりますので、ご遠慮なく、お問い合わせください。シェルコードブラックなんですけども、ブラックですけど、ちょっと銀色のように見えますね。とてもツヤがある、いい個体ですね。シェルコード版は、ちょっと他の革よりも個体差が激しくて、色ムラや、小傷が、元からついていますね。しかしその代わり、高い耐久性や、シワができにくいという特徴もあります。また、革の中でもとても人気な部類ですね。年々、シェルコード版は値上がりしています。本院の現役社員によると、製作まで6ヶ月ほどかかり、いろんな工程があるので、値上げすると言ってますが、やっぱり、需要が高まっていることが考えられると思いますね。ブラックとバーカンディが一番、生産が高いって言われてますね。オールデンなど、そういう革靴を作っているメーカーが、特に、多く仕入れているので、ブラックとバーカンディが一番生産されていると聞いています。しかし、色で言うとウイスキーが一番人気と聞いたことがあります。2番目はアマレットシェルコードマン。これ日本で見る通のシェルコードマンですね。こちらが人気と言われています。アマレットシェルコードマンも、パターンオーダーいただけますので、ご連絡ご相談ください。このトレイなんですけども、1万7000円で手元にシェルコード版が来るので、とても所有感があると思いますね。結構他のメーカーさんだと結構高めで販売されていますので、この値段はかなりお得だと思いますね。かなり匂いとかもシェルコード版は好きな方が多くて、やっぱ人気な革ですね。あと、こういったツヤのある光沢も、人気のゆえんですね。普段はラクマやメルカリやフォークなどで販売しております。ご遠慮なく、お問い合わせください。